ポプラ文庫、ピュアフルは株式会社ポプラ社が発行している文庫レーベル。2005年、ジャイブがピュアフル文庫を創刊する。主に中高生と青春小説好きの大人を読者対象としており、児童文学とライトノベル、一般文芸の中間的なポジションの作品がラインナップの中心を占める。十代を主人公にした小説を中心にセレクトしているのが特徴で、 キャッチコピーは、心に染みる、心が震える主曲の青春セレクション。執筆人は、浅野厚子や佐藤孝子、梨屋、有江、石井睦、美、川島誠といった、児童文学、夜景から、伊藤孝美、大島ま美、大月健治、川西蘭、小手間理、るい、戸島美穂、二礼明史、藤谷おさむらの青春、恋愛小説系、島田正彦、松村栄子といった。 純文学系まで幅広い。翻訳家の金原水人や、書評家の北上次郎、藤田香織、三村三枝が、巻末の解説を書いている。また、天沢大次郎、光者よ、回れ、ヤキジ、宮城英子、氷の海のガレオンといった、一部に熱狂的なファンを持つ、隠れた名作系の作品に目配りをしている点にも特徴がある。主なタイトルでは、 ザ・マンザイがシリーズ累計200万部を突破したほか、川岸蘭の青春スポーツ小説、セカンド・ウィンドシリーズや記事、宮尾栄子の学園もの、マイナークラブハウスシリーズ、アンソロジー、金原水人やセレクションなどが注目を集めている。2009年11月より、発売、発行元をポプラ社へ移管し、ポプラ文庫、ピュアフルとして再スタートすることとなった。 2009年4月10日総刊のオンライン文芸雑誌、カラフル文庫、アンソロジーヒントと同様に、ウェブマガジンのみで展開する。小説やエッセイを連載したり、特集を組んで、インタビューや対談、書店員のメッセージ、作中用語を載せたりいろいろ言った。2015年3月末日をもって、更新を終了した。4月1日後は、姉妹ウェブマガジン、ウェブアスタにて、 連載や特集ページ、新刊情報などを発信していく。ウェブマガジンポプラビーチニュース、ハットウェブマガジン文芸、ピュアフル。ありがとうございます。